3年、はい、自死組、はい、落ち武者先生ということで、ね、今日はね、ちょっとね、この僕のギターをね、紹介したいなと思うんですよね。変わったギターでしょ？アイバニーズだけど、アイバニーズじゃないよ、みたいな、ここはないよ、みたいな。何かというと、ちょっと見てもらっていいですか？フレットの数が多いんですよね。こんな感じで。36フレットまで、ちょっと、友人に頼んで作ってもらったんですよね。ちゃんとピッチも測って。1フレット分、半フレット分、半フレット分。そんなギターです。じゃあ音出してみましょうと。まあ、こんな感じで普通のギターかなと思って、もうちょい上行ってみようかな。ここが今、ちょうど27フレット。まあ、ここまであるギターって結構あるんですよ。27フレットまで。さらに上行ってみます。29フレット。31フレット。32。34。36。まあ、こんな感じですね。こうやって爪で押さえなきゃ押さえられない。まあ、一応弾いてみましょうかね。まあ、こんな感じで、カラオケ流して、いいバイナ。こんな感じ。見てもらって分かると思うんですよ。使いづらい。雰囲気です。うん。でも、がっつり作ってもらった。そんなもんです、人生ね。楽しんでいったもん勝ちというか、俺は好きです、このギターね。アイバニーズの S シリーズかな。プレステージかな。プレステージ切っちゃったよ、みたいなね。しゃあない。うん。みんなも切ってみれば。OK。この動画見てくれたあなたは私の生徒です。はい、ありがとう。また見てみてください。